グレート・ホワイト・ブラザー・フットとは、近代新知学や、その影響を受けた、ニューエイジ思想で信じられている、超自然的人物の集団である。日本語表記としては、性白色同胞団、大白色性同胞団、大いなる白色同胞団などがある。近代新知学の創始者ヘレナ・ピー・ブラバツキーは、この集団に属するクート・フーミヤ、モリアといったマハートマーから教えを授かったと主張した。 新地学協会の幹部、チャールズ・ウェーブ・スター・レッドビータによれば、同胞団のリーダーは、サナト・クマーラである。同胞団のメンバーは地球における人間の、進化全体を統括しているという。商店大使派の協議によれば、サナト・クマーラがこの集団を創設した。また、同胞団の本拠地は、ゴビ砂漠上空のエーテル海に存在する、シャンバラに築かれた。 最高位フリーメイソンの公式誌、ニューエイジ1933年9月号では、グレートホワイトブラザーフッドは、フリーメイソンや300人委員会を含む、悪魔崇拝の秘密結社イルミナティの別名であると、している。A.B. 太田敏博、現代オカルトの根源冷静進化論の光と、闇畜書房、ち畜ま新書。エハンデラビ、キリストとテンプル騎士団瞑想出版。 2006年、モーリス・ドリールの著書や、ベアード・ティス・ポールディング・著、ヒマラヤ聖者の生活探求の日本語訳書、教皇庁文化評議会、教皇庁諸宗教対話評議会、ニューエイジについてのキリスト教的考察カトリック、中央協議会、2007年デレベター、CW ザ・マスター・アッツ・ r s a n アドヤー、インディア、ティース・サフィックル・パブリッシング・ハウス、1929、 ページーズ296から299シュローダーウェルナーアセンデッドマスターズゼアリトリーズアセンデッドマスターティーチングファンデーション2004ディスクライブスザファウンディングオブサムバラバイシノットクマラフリッツスプリングマイヤーイルミナティアクマの13血流ケーベストセラーズ1998年ありがとうございます